のミトです。今日はジュワッとジューシーなパクチー餃子を作ります。じゃあやっていきましょう。こいつの正体ですが、鶏の煮こごり。夕べの作業をどうぞ。行ってきましょう。パクチー餃子完成です。いただきます。
中国の人はこれはおかずにしないらしいですね。美味しかったです。